マインドマップのセントラルイメージから伸びるブランチ、そっちの方が分かりやすいですね。中のところに引いてある油のところに、なんか枝みたいに、触手みたいに伸びてるのがありますよね。あ、こっち行くって、どんどんこっち伸びていく。これですね、ブランチって言います。小枝ちゃんって美味しかったじゃないですか。あるの、元、太いやつからだんだん細くなっていくから、ね、小枝ちゃんがチョコレートの枝。ブランチって言うんですけど、その枝を伸ばしていくときに、いろんな色を使っているんですね。自然界では枝とか、例えば植物が伸びていく、伸びていくっていうのは、緑だったり、茶色だったりみたいなイメージなんですけど、ピンクの枝が伸びていったりするんですよね。それがゴールドでもいいですし、チェックでもいいです。細かったり、太かったり、ギザギザでもいいんですよね。好きなように、気持ちよく流すっていうのがこのブランチなんですけど、マインドマップを楽しくやっていくために、ブランチに名前を付けました。次回からそうやって呼ぼうかなと思ってます。最初に一番目に赤いブランチを引きます。この赤いブランチの名前はレッドゴールドです。レッドゴールド。レッドゴールドです。で、次ですね。社会のイメージで物事を考えるため の, 最初の BOI。BOI って言われてるんですけど、最初の青いブランチを引きます。2番目に初めての青のブランチを引きます。で、その青の社会のイメージのブランチに名前を付けます。この青の最初の青ですね。2番目に引いたブランチの最初の青はハートブルーです。ハートブルーという名前を付けてください。次ですね。3番目に引くブランチで緑の最初。最初なんで黄緑っぽいのが好きですけど、成長しているっていうか伸び伸びっても今からっていうよりはこれからっていう結構いい線もいってる状態からスタートするのであれば、ちょっと濃いめの緑でもいいかなみたいなイメージで黄緑を引きます。この緑のイメージはですね、名前を付けました。グリーングリーンです。このグリーングリーン、タタ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 みたいな感じですね。音痴だったかもしれないんですけど、別にいいです。真面目に聞きます。ここでは、宇宙の宙のイメージですね。ここ黒はですね、本質を見るみたいなイメージですかね。暗いところを照らそうとする、特に分かりにくい、どこなんだ、行き止まりのブランチです。黒いブランチは行き止まりのブランチなんですけど、ここはどこかということを知るためには3方向を見れば分かりますよね。この辺か2方向、
例えば星を見るだけだったら、あの2つの方向が決まれば、ミーガちゃんみたいな、天体望遠鏡を合わせるみたいな、2つの方向が決まれば決まるんですけど、これをなんかですね、ドーンと大砲を打ち上げて、はい、ターゲットに当たるみたいなイメージですね。だからこの飛ばす強さまで考えた3方向。この3方向で物事を考えれば、今の位置がバシッて決まりますよね。あの、今いる自分の、あ、今ここにいるんだ、ということが暗闇の中でわかります。それを考えるために、あの、私たちが、どういったイメージで、あの、仕事を取り組めばというかとですね、というのはこっち、ここなんですけど、バビルの塔を作りですね。あの、バビルの塔を住むのは誰ですか？あの、バビル2世です。バビル2世。バビル2世は、あの、素晴らしい経営者なんで、桃太郎ですよね。桃太郎です。けど、給料払ってないんで結構すごいですよね。本当にしもべですからね。あの、だいぶ友達だったりもするんですけど、大事な大事な。あの、まずは、いつも近くにいるのはロデムですよね。ロデム。ロデムってアドバイザーですよね。強い、あの、いいんですけど、猫みたいな、虎みたいな、ロデム。黒ですよね。うん。わからないことは、彼に聞けばわかるみたいな、彼女に聞けばわかるみたいなのが決まりみたいな。というのを知るのが黒のイメージですね。ビシッとしろよみたいな。その中で3方向、あの、考えれば決まります。まず、ポセイドンは海を行け、水のことを考えます。水のこと。水っていうのは社会のイメージです。青は社会のことをまず考えてみる。次、赤ですね。赤。まず赤は自分のことを考えてみる。そのためには高く飛んで上を見ないといけないのかな、みたいだったら体調ロプロスになるかもしれないけど、ここでは緑になっている。緑。緑のイメージの中、それは物事を高いところを俯瞰してみて、人をちゃんと見て、愛を持ってみましょうって意味で緑にしたんだった、みたいな。緑は愛のイメージですね。高い、愛っていうのは高い考え方っていうか、俯瞰して物事を、今自分自身もなんですけど、相手のこともなんですけど、それを見るためのツールがマインドマップだと思います。じゃあ、で、今度は赤が、当然のは黒になってしまいましたけどね。何の組み合わせになるのかな。これは、赤、緑、黄色の色の三原色の組み合わせで、3つ混ぜたら、黒が出来上がったみたいな。ここに黄色あるか。バビルの塔が、黄色があるんで、これ、色の三原色、バビルの塔で、黒を作り出すみたいなイメージですね。面白いですね。社会を知って、愛を知って、黄色、お金を知って、そしたら黒が生まれる。あの、ルールみたいな、規範みたいなのが生まれてくる。モラルが生まれてくるみたいなイメージですかね。逆に真っ暗闇になってしまう。だけど、三つのしもべがいるよみたいな時に、その黒い考え方って、裏を見る、洞察する考え方って、自分のアドバイザーになったりするんですよね。